サントリーグループはですね、ビールの群馬工場というのも、それからサントリープロダクツというところが、飲料の、春菜の工場という2つの工場を群馬県で、持っておりまして、全国の生産量の約4割ぐらいを群馬県で使わせていただいておりますし、はい、春菜も飲料 の主力工場として、本当にあの群馬県の資産を本当に活用させていただいて、我々の生産活動を続けさせていただいております。この群馬県のデザイン科の、デザインの方も群馬県立女子大学の方にデザインをしていただいた群馬のお祭りをモチーフしたデザイン科を発売しますので、それと先ほどですね、天然水の森瀬田農林高校の森プロジェクトというのの協定に締結をさせていただきます、はい、森があっておいしい水ができてという、我々ずっとその森の環境活動をやっておりますので、群馬県でもそれをしっかりとやってですね、森を育てていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。新浪社長とですね、ネットで対談した時にこのビールとその飲料の話があって、もうあの群馬ビールと呼んでもいいぐらいだというふうに言っていただいてですね、それを聞いて、長い歴史を有するサントリーのようなあの素晴らしい企業が県内2拠点ですかね、ここで創業していただいているというのは、これだけでも群馬県のプレステージに大きく貢献していただいているということで、中田町のふるさと納税の返礼品のプレミアムモルツも非常に人気があってですね、件数および金額はですね、県内のトップでございます。それからあのこの度今見せていただいた群馬県の代表的な祭りをモチーフにした群馬県限定のデザイン館ということで、県立女子大の群馬県にとっては非常に宝物みたいな存在で、美術が強いものですから、結構いいデザインだなと思って気に入ったんですけども、これを機にですね、地域のお祭りもさらに賑わって、群馬県の魅力向上にもこれがつながっていくことを大変期待を、しています。学生からはアイデアを募集していただいたというのは大変ありがたいなと思っておりまして、特に県立女子大がこういうあの学生たちが機会を得たということについてもですね、お礼を申し上げたいというふうに思います。それからサントリー天然水の森プロジェクト、今回瀬田農林の演習林を対象としていただけるということで、重ねて感謝を申し上げたいと思います。サントリーこれだけ群馬県でビールを作っていただいて、飲料を作っていただいているということは、すなわち水がいいということの証明なので、これもですね、実は群馬県にとっては非常にありがたいというふうに思っております。一緒にですね、力を合わせて、この工場もそうですけど、群馬県を盛り上げていけるように、ご尽力もいただきたいと思いますし、ぜひ連携を深めていろいろいいことを一緒にできればと思いますので、今日本当にありがとうございました。